その子は2015年4月1日に発売する、その子はの新しいイヤホンです。激しい低音に特徴があるイヤホンです。低音に特徴があると、低音が目立つばかりで、高い音のバランスが悪く、音がいいとは言えない場合が多いですが、そのコアのイヤホンはなぜか高い音もしっかり鳴っていて、とにかく楽しく聞けるということです。どういうことかというと、低音用のスピーカーと高音用のスピーカーが入ってます。2つのスピーカーを入れると、2つの音が別々にバラバラになって聞こえて、音のバランスが悪くというか違和感がどうしてもある場合があります。そうなると、楽しむ以前に何か居心地の悪さを感じる場合があります。そのコアは2箇所からなる違和感を解決するために、2つのスピーカーを一直線、同軸上に並べました。これがコアキシャルテクノロジーです。この技術でそのコアは特許を取ってます。2011年にコア803というモデルを発売して、とても大きな反響がありました。私は低域ガンガンというような音は正直好きではないです。好きではないですが、そのコアのコア803の音は好きとか嫌いとか関係なしに、こりゃ楽しい音、バカに激しい低音だけど、とにかく楽しいので取り扱いを決めました。発売してすぐにとても大きな反響がありました。それから4年経って、ニューモデルのコア1004を4月1日に発売します。コア803からさらに格段に良くなりました。4年前は円の為替レートを80円ぐらいでした。今は120円近いです。いろいろ努力して販売価格は税込みで7000円に抑えることができました。そのコアの製造販売会社は IR インターナショナルという会社になりました。エンジニアとブランドは同じそのコアですが、研究開発、大量生産と品質向上のためにパートナーとなった会社です。1ドル80円の超円高の時に6800円で売ったコア803でしたが、1ドル120円になってアップデートしたコア1004をこの価格で売るためにいろいろ苦労しています。でもイヤホン自体はかなりグレードアップしています。スマートフォンにも対応して、リモコンとマイクもつきました。ケーブルもフラットケーブルで、スマートフォンに対応すると普通のイヤホン出力には使えないのですかと質問をいただきましたが、普通のプレイヤーでももちろん使えますので、安心して使ってください。内容はホームページとブログに書いてあるので読んでください。その子はコア1004。好きな曲をもっと好きになるイヤホンです。